里崎チャンネル。こんにちは。さあ2020年日本シリーズ第2戦、巨人対ソフトバンク、まあ結果から言いますとね、13対2でソフトバンクの圧勝という形になってね、ソフトバンク2連勝になってしまいましたけども、ジャイアンツファンの皆さんね、ジャイアンツファンの皆さんからしたらなってしまった、ソフトバンクファンの皆さんからしたら連勝やったぜっていうね気持ちですけども、ソフトバンクファンの皆さんもジャイアンツファンの皆さんも、はたまたそれ以外の野球ファンの皆さんも、今からスタートです。見てください。はい、佐々木総チェック語っていきたいと思います。さあというところで、まあ、全体的に、まあ、打線ね、まあ、ソフトバンクは15安打、そして巨人は5安打っていう形になりましたけど、全体的に、総論としては、まあ、ソフトバンク打線は、まあ、フルスイングできるタイミングでしっかりいるっていうね、だから常に甘いところが来たらフルスイングできてるなっていう感じもありましたし、逆にジャイアンツ、まあ、フルスイングできるタイミングにいないっていうね、だからなんかちょっと差し込まれてたりとか、タイミング全く合ってなかったりとか、全体的にこの、フルスイングできるタイミングに、待てれてるか待てれてないかっていうところがね、この2戦 の大きなポイントだったんじゃないのかなとな、両チームに。で、まあ、ソフトバンクね、石川、まあ、テンポもよくね、しっかりポン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 投げていってましたけども、まあ、このテンポ感っていうのはね、本人のテンポ感もありますけど、これキャッチャーが作るっていうね、まあ、回がしっかりそのテンポ感を作って、しっかりサインも早めに出して、取ったら早くピッチャーに返す、そして石川のリズムに合わせてどんどんテンポ感を早くしていくっていうところに、まあ、石川のテンポ感も素晴らしかったですけど、それに、巧みな、リードを加えた回のそのテンポ感を作るっていうね、リズム感、非常にこのバッテリー感、マッチして良かったんじゃないのかなと。でね、基本的に初回2回だから1、2回はね、結構ストレートが多い配球でどん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 投げていってましたけれども、3回先頭の中島、このストレートのね、フォアボール、ストレート4球続けてストレートのフォアボール出してから、パワーカーブ、そしてスライダー、フォークと配球をね、ちょっと変える、変化球中心の配球に変えるっていうね、まあ昨日も第1戦も最初フォークで入っていって、それがうんって思った時に、早めにカットボールスライダーに、配球を変えるっていうところが非常にリズム、ね、千賀のリズム感を作って良くなったなっていうところもありますし、昨日の試合っていうところも、序盤はストレート中心に力で押していく配球でしたけども、そのちょっとストレートがね、コントロール定まってないなっていうところを察知して、その中島にフォアボール出して、ここでしっかりねパーンとね思い切って切り替えたところは良かったんじゃないのかなと。それ以降、スライダー、パワーカーブ、フォーク、変化球中心にストレートをうまく使いながら配球を変えたことによって、またワンランク上のね石川のテンポ感が、出てきたんじゃ、ないのかなっていうところもありますね。あと配球全体としては、前日初戦のね千賀の時は、まあ、岡本もそうですけども、全体的にインコースどん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 、カウントが悪くても160キロのストレート出るっていうところで力で押していく、配球ね会話してましたけども、この第2戦一変してほぼインコース使わないっていうね、ここまで極端にっていうぐらい、まあ対左に対してはインコースのストレートも使ってましたけども、対右岡本坂本など、対右に関してはほぼインコース使わなかったですね。9割ぐらいアウトコース中心の出し入れ、まあ、もちろん逆球とかでねインコース行くことはありましたけども、要求としてはほぼアウトコースの出し入れ、これがね 1、2戦この日本シリーズを線でつなげた配球っていうのがね、しっかり会話できてたんじゃないのかなと。まあ、逆に言うと、この2戦目の石川の配球を考えた上で、初戦力がある千賀にあえてあのインコースの中心の配球をやらせたっていうね、この逆算の発想っていうリードもキャッチャー目線からするとあったんじゃないのかなと。この1戦目2戦目回の中では、まあ思い通りの配球、この線でつなげたこのレギュラーとしての配球がねできたんじゃないのかなと思います。そしてね、巨人打線、まあ、全体的にはね、打線がまあ立ち遅れ気味、もうこのテンポ感に合わせずっていうところでね、タイミング合わず、そのまあテンポ感が合わってないところをね、このソフトバンクバッテリーは、見取ってね、それをどん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 続けたっていうところもありますけども、あとまあ前日から一遍ね、まあ、低めの変化球をね振ってしまうと、でストレートはね、昨日同様差し込まれるっていうね、結局どっちつかずの、バッティングに見えたなっていうところがね、なかなか打ち崩せない、厳しい自分たちのバッティングはねできないところになってしまったかなと。でまあタイミングがね合わないせいなのか、そう見えちゃうのか分かりませんけども、全体的にポイント前で引っ張り気味のタイミングにね
見えたかなと。それによってまた回もねアウトコース中心の配球に切り替えたのかなっていうところもありますけど、だからそういったところで、まあ、インコース使わなくてもいいなって回がね感じ取ったかもわかんないですけども、まあ、基本的にタイミングが合わなくて引っ張り気味ポイント前っていうところでまたそのね石川の投球に幅を持たせたかなと。でまあ吉川はね唯一しっかり反対方向にコンパクトに触れてたかなっていうところはねあったかなと思いますけど、他の選手は全体的に、まあ、引っ張り傾向だったかなっていう感じがしましたね。でまあここからねイニング別で見ていきますけども、まあソフトバンクはね初回川島がねフォアボール、そして柳田がねセンターオーバーのタイムリーツーベースで初回いきなりね1点っていう、ここもねツーボールワンストライクからこのね無理やりちょっと打ちに行き過ぎたんじゃないかなと、この打ちを使わなきゃいけないっていう配球になってんのかなっていうようなね感じが初回からしましたけど、まあそこがねまあ3ボールにしたくないと、まだこれをね川島柳田と預かしてしまえばグラシアルについてしまうっていうところで、そこの怖さがあってまあやっぱコントロール甘くなると、で真ん中目に入って、センターオーバーのタイムリーツーベースで先制点をやられる。まあ基本的にその難しいカウントから無理やりインコース使ってピッチャーがその要求に応えれないっていうね、まあ前日とね同じ形になったジャイアンツバッテリーだったかなと。でワンアウト二塁グラシアルのねセカンドゴロ、センター前に抜けるところをね吉川ダイビングキャッチグー、ここまでグーだけどもうそこからバッねファーストへ悪送球でタイムリーエラー、あそこまたしっかりねこの流れが悪いところでやっぱりミスしてしまうと一気にね持っていかれるっていう。でその後ワンアウト一塁からね柳田をホームに帰ってきてグラシアルファーストに残って栗原がワンエンドワンから甘めに入るカットボールをねライトへ引っ張り込むと。でここでグラシアルがファーストから三塁ヘッドスライディングで全力走ねグッナイス走塁で、このね走塁が生きて、ワンアウト一三塁になって、でここでデスパイにねサードゴロ、ちょっと打球弾むサードゴロでダブルプレー無理っていうところでファーストへ投げてもう1点3点目取るっていうね、この足で掴んだ1点、しかも外国人選手、こういったね規律ソフトバンク素晴らしいなっていうところもありますし、このデスパイネのサードゴロも一瞬ダブルプレーかっていうところでデスパイネは打った瞬間もう全力疾走で、そしてサードが取ってファーストスローを見た瞬間からまあゆっくり流すっていう形ね、でも最初は全力疾走してるっていうところもね非常にこのグラシアルデスパイネね、規律を守った素晴らしい姿勢だったんじゃないのかなと、そして2回回ワンストライクからインコースね狙ったのが甘めに入る真ん中気味に入ってそれをねフルスイングホームラングッと、ね、この甘めに来たところをフルスイングできるっていうところがねこのまたソフトバンク打線この日本シリーズね素晴らしいところかなと。で3回柳田フォークボールレフト前すごい低め、あれもねボールでストライクボールでインコースボール使ってからフォークをね空振りしてて、でインコースボール球使ってからフォークボール、多少この流れにね柳田は意識あったと思うんですよね。でそこでね非常に難しい球、あれはもう打った本人をね褒めるしかないっていうね素晴らしい球でしたけど、うまくねこのレフト前グッバッティングね、でそこからグラシアルワンストライクからスライダーが甘めに入って、まあここでねもう戸郷に、変わってますけども甘めに入ってツーランホームラン、ここがねワンストライク取ってんだからもうちょっとスライダーをね低めとかボールねめがけてもうちょっとストライクでもいいからもうちょっとコントロールよくね投げていってもらいたかったっていうところで、甘めに入ったところはもう見逃しませんよってねグラシアルがねホームラン。でまあ巨人はね3回裏先頭中島フォアボール、そして2アウト1塁になってから吉川がね反対方向ファールで粘りながらカーブが来たところしっかり捉えてレフト前で2アウト1塁、ここでね3回裏まあここで6対0ですけどまだ反撃ねできるっていうところで松原が初球ファーストゴロ、ここで1点ねよく言えば取っときたかったなっていうところで反撃できず、そして4回裏岡本のねショートゴロシュートダイビングキャッチからのファーストグップレー、まあこういうところがねちょっとずつ差ができているね、ジャイアンツはそこでミスしてしまう、ホークスは逆にしっかり守備でも盛り立てていくっていうねこのシュートの、グップレー良かったかなと。でソフトバンク5回表グラシアルフォアボール、そして栗原ワンボールワンストライクからこうストレートね甘く入ったところを引っ張り込んでライトへ、でここでもうお約束のようにグラシアルが全力疾走で三塁へっていうねもう素晴らしい走塁でもう隙は逃さないぞっていうね、でここでデスバイネ、ストレートをねライトを犠牲フライ、まあ、ここね若干本人としては打ち損じかなと、ホームラン行けたのにっていうね、ところで打ち損じながらもここで1失点取る、このね中盤の中押しっていうところもソフトバンク非常に大きかったかなと。でそして5回裏中島2試合連続で通る、もう昨日はね笑ってましたけども、そしてウィーラーがねライトへツーラン反撃ののろしかっていうところでワンボールワンストライクからアウトコースのストレートね、ちょっとパンチショット気味にフルスイングしないちょっとパンチショット気味に力を入れて打つっていうね、これライトホームランで、まあここウィーラーはねやっぱりその
今年の途中まで楽天にいたっていうところで、この石川との対戦成績、対戦経験もあると思うんですよね。だからそういったところでも対応がね、イメージできたっていうところも大きかったかもわかんないですね。で、6回裏、ワンアウトからね、坂本がコンパクトにスライダーをね、センター前、そして岡本がワンボールツーストライクからインコースね、ストレート狙って、首を振ってインコースストレート狙ったのがね、真ん中気味に入って逆球、センター前ヒット。で、ここでワンアウト、一、二塁、ここで工藤監督、パーンと。香山に交代、この交代も良かったっすね。このなんかポイントになるね、交代だったんじゃないのかなと。ここでね、一気に丸がね、長打とかポンポンポーンとね、点を取っていけば、まあその時点でね、7対2ですけども、まあ7対4とか7対5になってしまうとね、終盤ワンチャンスっていうところもあるんで、ここ一気にね、香山に変えるっていうこのスイッチ良かったんじゃないのかなと。で、その後ワンアウト一塁で丸にね、このスライダーストライクスライダーボールで4球連続ね、スライダー続けて三振。ここもね、前日あそこの丸のダブルプレーでね、チャンスを逸して、まあそこがね、初戦のキーポイントかなって佐々木言いましたけれども、このね、脳裏がやっぱり丸にはある。だからコンパクトに当てに行くバッティングはできない。だからしっかり振ってフルスイングするしかないっていうね、多分気持ちになったと思うんですよね。やっぱり2試合連続ダブルプレーっていうのも無理ですし、でそこをね、坂手にとってうまくアウトコースのスライダーね、いいところに決めた香山、素晴らしかったなと。これやっぱり前日のダブルプレーがあったがための当てに行けない、コンパクトに打てない、フルスイングするしかないっていうね、大振りに見えたファンの皆さんもいるかもわかんないですけど、そういう心境がある中での三振にね、まあ、なってしまったかなと。でその後ね、ピッチャー高橋礼に変えて、田中俊太代打、フォアボールで2アウト満塁で中島、ここで1本欲しかった。本当にね、ジャイアンツはね、今日チャンス作るけどそこでね、1本出ないっていうね。でまあストレートストライクでストレート3球ボールになって、3ボール1ストライクから、まあ、2球連続ストレート揃ってね、最後振り遅れ気味の三振、ひょっとしたら遅い変化球なんかも頭にあったのかなっていうぐらいのね、振り遅れ三振、もしくはフォアボール狙ったのかなっていうね、ちょっと消極的な打席にね、見えましたね。そして7回表、牧原がスライダーセンター前、そしてここでね、止まってないボークね、で柳田フォアボールでグラシアルライトフライで、栗原ショートへの内野安打、11球粘りながらね、ここ坂本ダイビングナイスキャッチですけど、セカンド間に合わず、あのプレーもね、素晴らしかったかなと。でその中でデスパイネが初球スライダーボールで2球目ストレート、その前の打席のあのライトへの犠牲フライのね、打ち損じをしっかり修正したかのように、打った瞬間分かる右中間も中段への満塁ホームラン、グッドホームラン。まあだからここをね、ジャイアンツバッテリーとしては思い切ってインコースね、まあ昨日打たれてますけど行くのも手かなと。やっぱりそのね、ライトフライがミスショットなのか打ち取ったのかっていうところもね、把握した上で行きたかったかなと。でしかもその前のグラシアルがね、ストレート4球続けてライトフライに打ち取ってるっていうところで、でまあ栗原も粘りながらも、まあアンラッキーヒットっていう形で、やっぱストレートでね、力入れてそこで力勝負で行くんだっていうところで、デスパイネが力勝負には勝ったっていうようなね、感じに見えましたかね。でジャイアンツとしてはね、9回ここもエラーでね、満塁からホームピッチャーゴロね、大台がボート普通のプレーで、ここでね、2人帰ってくるっていうね、もうそこでまあ勝負ありましたけども、まあここでもね、まあ形の悪い最後、点の捉え方で敗戦になりましたけども、まあ13対2、まあ基本的にはね、ソフトバンクがまあいいところしかなかったっていうところもありますけども、まあジャイアンツもね、チャンスがなかったわけじゃない。そのチャンスでね、1本出てればひょっとしたら何か変わったかもわかんないところ、チャンスは作れど1本出ないっていうね、ところのもどかしい、試合展開になったかなと。あとね、全体的にちょっとね、気になったのはね、ジャイアンツバッテリーワンストライク取った後、必ずボール球使うっていう。で、ワンエンドワンにするっていうね。で、そのワンエンドワンにしようとした時、まあ、回の多分インコースもそうだけど、ボール OK。ひょっとしたらボール球の際。で、それがストライクに入る。で、ボール球狙ったやつがストライク入る。で、これがね、力がないから、そこをフルスイングしてミスショットされないんですよね。で、このね、特に先発、ワンストライク取った後に、必ずボール球を使ってワンワンにするっていうところが、非常に気になったですね。逆にソフトバンクバッテリーはどんどんストライクを投げ込んでいって、ワンストライクだろうか、でその狙ったのがボールになるっていうのはいいんですけども、ちょっとその必ずボール球を使うっていうところが、ソフトバンク打線にとったらあんまり嫌になってないんじゃないのかなと。もうちょっとどんどん勝負でストライク投げていくっていうところも、重要になってくるんじゃないのかなと。アウトコース使ったからインコースとか、変化球使ったからインコースとか、インコース使わなきゃ、だからこう使わなきゃいけないリードに見えるんですよね。なんか抑えに行くとか攻めるじゃなくて、はいこうやったらこうやりますよ、はいこうやりますよっていう、なんかこう相手にこう傾向とかタイミングとか
を考えずっていうか、まあ、気にせずやらなきゃいけないことを組み立てていくっていう、このなんていうんですかね、基本なんですけど、そういうなんかこうストーリーの配給を最初から相手関係なくちょっとやっていきすぎなのかなっていうようなね感じで、まあ昨日だけの試合ですけどねには見えたかなっていうところもあるんで、もうちょっとね相手に合わせた配球っていうのも大事かなと。だからその逆に言えばね、ソフトバンクの回はね、まあ昨日も最初はスタンダードに千賀のスタンダードで行ってフォーク振ってくれないから、そこからスライダーカットボールに切り替えていく。で今日でもストレートでどんどん最初ね石川行って、あちょっとストレートコントロール悪いなっていうところで、まあ変化球に切り替えていく。で昨日はインコースどんどん使ったけども今日は使わないとかね、そういうちょっとこう相手とか自分とかのピッチャーとかも考えながら、こうなんかやったからこうやっていくっていう、このなんか定石通りっていうのでね、うまくいけばいいんですけど、ちょっとうまくいってないんで、この第3戦からはそういうのももうあの相手を見ながらどんどん行くとこは行く、引くとこは引くっていう、この押し引きをね、その試合の中でやっていく必要性があるのかなってね、この攻め方見てて思いましたね。でこのワンストライクを必ずボール球に入る傾向あるっていうところが見てて非常に、気になったかなっていうところもあります。さあ第3戦福岡に移してっていうところになりますけど、この 1,2 戦目ね、見てきて結局この DH を使うっていうところがやっぱソフトバンクにもう理にしかなってないっていうね、まあ、ジャイアンツはね DH に入った釜井選手がなかなかヒットが出てないっていうところで、ソフトバンクはね DH に入ったデスパイネが大活躍ってね、このやっぱ DH 制の有無っていうこの条件を飲んだっていうところが 1,2 戦目は完全にソフトバンク、まあ、有利に働いたかなと。この第3戦目以降ね、まあ、どうなるのかっていうところはまあ注目ですけども、ちょっと工藤監督にね序盤の先手を打たれたかなと。この DH の有無がちょっとこうなってたかなっていうね、 1,2 戦目に見えましたね。ということで第3戦福岡に移してっていうところになりましたけども、里崎ですね第3戦、日本放送で、解説しますので、ラジコなら全国放送、もしくは全国ネットで放送しているかもわかんないんで、地元の皆さんもねあのラジオ局、番組表を見てください。日本シリーズ中継やってたら第3戦は里崎が解説します。皆さんぜひ聞いてください。そして第4戦はフジテレビ系で、ザキヤマさんと副音声やらせていただきますのでぜひ聞いてください。さあというところで、まあ、第2戦行われました、巨人対ソフトバンク、13対2でソフトバンクの勝ち、石川勝利投手、そして、今村敗戦投手、ホームランは2回にソロ回、そしてグラシアル3回ツーラン、デスバイネ7回満塁ホームラン、そして巨人はウィーラーが5回ツーランホームランを打ちました。というところで2勝0敗ソフトバンクの2でしょう。この後どうなるのか、3戦目以降も総チェックやっていきますので、ぜひ見てください。グッドボタン、高評価よろしくお願いします。